はい、じゃあよろしいでしょうか。パート4の、司会を務めさせていただきます関本です。よろしくお願いいたします。もうちょっとすみません、だいぶ時間も遅くなってやや増えられてるかと思うんですが、あと、もう少しなので、最後ちょっとリラックスして聞いていただければと思います。ここのセッションはちょっと違うスタイルで国際化教育情報みたいな形にしているんですが、最初、ライトニングトークって本当に短い時間10分ずつにしてしまって本当に来ていただいている方々に申し訳ないんですが、JICA の芦野様と柴崎先生とあと加藤先生にそれぞれ海外の取り組みなんかをご紹介していただきます。でその後ですが、ちょっと我々去年ですかね、夏学期なんかに社会基盤の学生なんかとの少人数セミナーで、国際活動、ICT 使ってどういう貢献ができるかみたいなのを少しやって、実際に海外にも行ったりしたので、その辺のお話を学生からもせっかくなんでちょっと若者っぽい声を聞きたいなということで、いきなり喋らせるなんて鬼だみたいな話もちょっとあるとも聞きましたが、ちょっとそんな話をいただきつつ、あと、せっかくなんでそれぞれのご担当の先生が、今日コメンテーターという形でそれぞれ勝手に決めさせていただいたので、ちょっと突っ込んでいただいたりしようかなと思います。でいずれにしてもそんなに長い時間にはならないので、リラックスして聞いていただければと思います。じゃあ早速3名の方にそれぞれこちらに来ていただいてしていただきたいと思います。ご紹介に預かりました JICA 国際協力機構経済基盤開発部芦野と申します。よろしくお願いします。今日はこれまでの日本国内の中心とする情報とはちょっと違った観点で、JICA ご存知の通り途上国での取り組みの一例をご紹介するという形にさせていただきたいと思います。今日取り上げるのはバングラディッシュダッカの都市の交通料金プロシステムの ICT プロジェクトというものでございます。バングラディッシュ、皆さんご存知のとおりこのイメージのとおりですね、人があふれ返っていると、もう街の中ももういっぱいと、こういうものが象徴的なシーンかと思います。でじゃあ JICA は何をやったかと言いますと、株式会社 NWAVE さんの方にそのバスの IC チケットシステムの導入というプロジェクトを委託したと。でこれ2011年の8月から1年強を、サポートしたというものです。実際に NWAVE さんはその前から実験的にやってて、その途中段階で JICA がさらに支援をしたというものです。でもう、その JICA の支援も終わって、本格的に導入を実施しているということです。で、このイメージの通り、日本ではちょっと考えられないというんですか、
まずそのチケットショップはこの左側ですか、路肩にあって、まあ、歩道上にあると。また無許可営業、それからそのバスの会社別にこのチケット販売をしているということですよね。まあ、そういうことでその、一つのバス停に複数のチケットショップが乱立と、それから、まあ、あの営業権を取ってない、ところもこうバスチケットを買っているというところですね。でさらには、雨とか風で、まあ、強い時には販売を取りやめるとか、それからチケットがこう風で飛んでいったからとかですね、いろいろお客さんから不満があったようですね。それから、まあ、あの小銭が流通してないがためにトラブルが日常的だったと。それから売り上げ、チケット屋の方も売り上げをその、まあ、着服してたとかですね、それから偽のチケット、まあ、そういうものが出回ってたと。この右の方は、そのチケット販売やってる時のこの長い行列ですよね。かなり時間を待たされたというふうに聞いております。まあ、これはあの IC チケットシステムの導入前後ということで、左側が前、右側が後ということです。まあ、この左側の方は今言いましたように路肩で、パラソン でしかもこの下の紙のようなもので販売していたと。で、まあ、導入後は、この右 そのパスというんです、これ左 の右下の方に JICA ロゴがありますけど、でまあ、日本 このタッチ式とは違って、こう多分こうスライド式というんですか、まあ、そういうものを導入したというものです。まあ、このあたりもその実験的に、まあ、JICA が支援する前に、まあ、NWave さんが独自でやってたんですけど、やはりこういう新しいこの読み取り機ですか、これを日本から100台入れたわけですけど、なかなかこういうものがその税関というんですか、届かなかったということで、実際あの、まあ、試運転をする当日の前日になって8台だけ届いたということで、もう大変だったということを聞いております。まあ、あのこの IC チケットによる、まあ、メリットとはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、我々途上国の協力をやってましたら、まあ、国連のミレニアム開発といいまして、まあ、あの8つほど2015年までに途上国の教育問題、貧困問題、ですから、まあ、ジェンダーバランス、環境とか防災など、まあ、8つあるんですけど、まあ、その1つ の、まあ、その女性のジェンダーのバランスという視点からも、まあまあ、あのバングラの政府から、まあ、国営バス会社にはその女性専用のバスを運行しなさいよということで、まあ、こういうバスを導入したというものです。まあ、あの中 その女性のコンダクターをこう雇って、いろいろ女性専用の2階建てバスを導入したということです。まあ、あの下の方でもその乗客数、まあ、これ一つのサンプルですけど、34名中 IC チケットカードの利用者は24名ということで、ということです。ちょっとあのこれ私あのバングラ行ったことないからよくわからないですが、実はあの2年半前まであのイランに駐在してまして、あの3年間おりました。で毎日あのバス通勤であの事務所まで通ってまして、私がいる3年間の間であのテヘランでも実はあの IC チケット IC カーになりました。でイランあのご存知と思いますけど、外国の、まあ、女性ですね、女性は必ずそのヘジャブというか黒いものをかぶらないとダメ、それから下までもう、くるぶしも見えてはダメだと。で、まあ、言いたいのはそのバスもですね、男性と女性がこの一つのバスで仕切られてるわけですね。まあ、それほどその厳しいというんですか、まあ、そういうところです。で、そのバスチケットが導入される前までは、あの女性が大体バスの後ろ側に乗って乗るのと、でチケットは降りるときにお金を払いに行くんですけど、後ろからずっと歩いてバスの運転手にキャッシュを渡すわけですね。まあ、その時に結構こう裾がこう裾を踏んだりですね、結構危なかった、もう女の人はこういつもこう乗りたくないわというようなことを聞いてました。でもあのこの IC 化が入ってですね、まあバスの仕切りのところに男性用のこのタッチ、それから女性用のタッチがあって、もうかなり女性の方はこう、まあ、快適というんですか、ね、そういうことが見えました。まあ、これあのバングラの場合はこう読み取り機なんですけど、イランのテヘランの場合はもう日本のパスみたいなこういうタッチ式で、もう男女別々ということで、まあ、あのこういう女性の、まあ、平等の一つに貢献しているという例かと思います。
で、まあ、話は続きます。バングラディッシュ の IC チケット導入によって、まあ、会社の方はこの和で書いておる通り、まあ、収益がアップして、それから新規のバスを購入したと、バスの稼働台数もアップして、まあ、さらにはその、お客様のサービスの向上、まあ、先ほどの多分女性専用バスを導入したなんかも多分そういう一つの例かと思います。まあ、ここのグラフの通り右肩上がりということで、かなり、当初は38台あったものが580台、1500% の利益ということが、報告されております。それから、まあ、事業の拡張性ということで、今まで話しておりましたのは赤い輪っかですね、特にバスの IC チケット化ということで、この MWAVE さんは今度はその医療情報システムの方にもこう手を広げているということですね。まあ、一つの例をちょっと紹介いたします。バングラディッシュの場合は、まあ、日本と違ってこの病院にお見舞いに行くとかですね、そのためにもその入場料を取るというもののようですね。で、結構地方から1日かけて、こう並んでなかなかこう病院お見舞いに行けなかったというような事実があるようです。まあ、それを効率化するというんですか、その IC チケット化することによって、まあ、行列をしないで、かなりこうスムーズに、こう通れるというんですか、まあ、そういうような報告もされております。まあ、このあたりもその国連の開発ミレニアムゴールというんですか、まあ、貧困層、まあ、病院の地方から結構こう患者で来られる方、お見舞いに来られる方多数おられます。まあ、そのあたりの改善を大きくこう解消したプロジェクトかというふうに思っております。まあ、ここの下の方にもこの売り上げということで、まあ導入前は紙チケットだったものが IC 化することによって、まあ数値的には157倍の売り上げがあったということを聞いております。まあ、かなりその日本のこう日本の国内にいると、まあ、結構このプロフィットの話かと思いますけど、まあ、こう途上国に行けば、まあ、女性だとか貧困層だとか、まあ、こういう視点における、まあ、JICA の貢献ですか、このWAVEさんと一緒にやったという一つの紹介をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。あ、そうそう、どうもありがとうございました。じゃあ次、しばらくさんです。お願いします。ご紹介いただきました柴崎です。芦野さんからもう大変面白い、初めて聞いた、とっても衝撃的な、いや、あんな会社があってあんなことをしてるとは驚きでした。で、海外とか国際展開っていうと、なんとなくずっと日本にいるとこうちょっと遠いような話ですけれども、ただ共通しているのはさっき そのダッカのいろんな人の写真にもありましたけれども、人がいて、でその人たちが、まあ、特にこう街なんかたくさん集まっていろんな活動をしていて、まあ、それの結果としてこう世の中がどんどん、まあ、地球がといってもいいのかもしれませんけれども、まあ、変わっていくと。でこういうふうにこう人がこういろんな活動をしながら環境に適応し、あるいは環境を変えていくっていう類の話、これダッカですね。大変私は興味を持っています。で昔だったらこういうのってこうなんかいわゆる地域研究、それは京都大学の、東南アジア研究所なんかが大変有名ですけれども、現地語を学んでそこにこうずっと住み込んでいろんな情報を手に入れるということで、まあ、そういう意味ではその一人で何十カ国も回るっていうのはなかなか同じような深さではできないわけですね。
でもちろん今でもそういうことってできはしないんですが、ただ最近こう例えば携帯とかスマートフォンとかでいろんな情報が取れるようになってきました。でもう一つはやっぱりそのミレニアルディベロップメントという話もありましたけれども、やっぱりそれぞれの国がだんだんこう経済的に前へ進み始めて、それの中でこういう都市の問題というのがそちらの方からも大変注目されるようになってきたという経緯があります。でそこで僕らが今やっている話というのは、そのいかにそのデータを取ってきてこう見える化していろいろなマネジメント、まあ、さっき のバスの話だとか病院の話というのも、まあ、まさにIT をうまく使ったマネジメントの改善っていうような格好ですが、まあ、そういったものの改善に何か寄与できたらいいなと思っています。でこれは何の絵かこれだけ見るとあんまりよく分かりませんが、ちょっと待ってください。なんか結構でかいファイルなので、で、このボツボツが出るとさらにわけが分からず、電子顕微鏡で撮ったなんとかウイルスの絵みたいに見えますが、これこの丸はですね、どっかの基地局ですね、携帯電話の基地局の位置を示しておりまして、右側に時計があります。でちょっともう朝早朝ぐらいから始めますけれども、これはダッカ の携帯電話のログ情報をそのままにしています。こういうところの携帯は GPS がないので、基地局基地局それぞれ通信した基地局で位置が分かるというふうになりますから、こうやって見ていただくと基地局と基地局の間を、まあ、これ単純に内装しているのでまっすぐ動いているようにあります、まあ、これこの中に全部入っているわけではありませんが、とりあえず実験的に300万人分ぐらいのデータがあります。で、まあ、これでもダッカの4分の1とかそのぐらい、5分の1とかそのぐらいしかカバーしておりませんけれども、まあ、こういうような形でその人々のいろんな活動とか移動とかがこうデータとして残るようになっているんですね。でまあ、これは実は課金情報、つまり携帯かけた時にいくら取るかっていうそういう情報なので、必ずしもその今の情報がパッと得られるというわけではなくて、多少のタイムラグ、例えば下手すると半日とか1日ぐらいのタイムラグがあるんですけれども、まあ、それでもこうやってこう人の動き、まあ、深夜になってくると急に人が動かなくなりますけれども、こういう情報が取れるようになってきました。で携帯電話、例えばバングラデシュでも2011年でも普及率が 56% だそうです。でネットワークの範囲もほとんど日本バングラデシュの国内で全部カバーしているというような状況で、まあ、こういう情報が、まあ、これはサンプルなのでちょっとですが、実際に全部揃っていて、まあ、何かに使おうと思えば使える状況にあるんだというわけですね。だからこういうのをいかにうまく、まあ、いろいろな制約がありますけれども、技術的にも社会制度的にもいろんな制約があるわけですが、それをうまくくぐり抜けてというか、まあ、クリアし、これを使って社会的なちゃんと免疫が出るということを示すことができると非常に良いのではないかというふうに思います。例えばさっきの IC チケットでそのバスの話も、じゃああれによって人がどう流れが変わったのかと、特にダッカに関しては今BRT、まあ、要するに専用の軌道の上をバスが走るというのを、南北にかなり太い幹線を作るという計画が進みつつありますけれども、そういったものができた時に一体どう変わるんだろうかっていうようなのを10年に1回の質問票ではなくて、毎月毎月ずっとウォッチしてますっていうようなことができるようになるんじゃないかというわけですね。でただもう一つはこう人の流れとかこういう動きが分かるわけではやっぱり物足りなくて、それは災害の時のこういう状態を見ても分かる通りで、でも技術の進歩っていうのはそのなんか携帯だけが圧倒的に進むということはなくて、これはJAXA のホームページからの動画ですけれども、宇宙からこうやって雨の降り方も分かるようになってきています。ということは、さっきのこの洪水の絵で言えば、これ の3日後にはどのぐらい水位が、まあ、おそらくこれだと下がるんでしょうけれども、なるのかというようなことも、まあ、予測ができるわけですね。そうするとそういうのをこう組み合わせていろんなことができるわけです。で、こうやって見ていくと今度はまた個別個別の話に聞こえてくるんですが、実際には携帯って世界中にありますし、このデータも世界中をカバーしますし、で携帯は今スマートフォンが急激に日本よりずっとああいう国の方が早く伸びていて、どんどん GPS がついていくと
というわけで、実はこういうレベルの技術システムというのは、特に我々の分野に近いようなのは、あの衛星セグメントが、まあ、いわば世界中をつなぐバックボーンになっていて、そこからのいろんなデータだとかサービスが、あの携帯と結びつき始めている。で、携帯のログデータはもちろん多量に発生するので、これをちゃんとこう解析していくことで、いろんなサービスにつなげられる可能性が出てきているというわけです。あの単なるビッグデータっていうのは、その何が入っているのかわからないので、一体どうするのっていうような話がもちろんあり得るんですけれども、こういうところで発生するビッグデータっていうのは、まさに人の動きだとか活動に非常に密接に結びついていて、かつあの宇宙からあのいろんなのを見るというのは、今日のこれまでの話の中にも、例えばテラサでこう津波の被害をというのがありましたけれども、まあ、ああいった衛星が、あの、まあ、いわば山のようにあって、あのお互いにどんどんデータを取り合って、災害の時には共有するという仕組みもあるんですね。だからそういうものをいかにうまくつないでいくかっていうのを、これからどうデザインするかとかで、必ずつなげてみると技術的に引っかかるところがたくさん出てくるので、それをいかに解決していくかとか、そういうようなあの研究を作るための研究というか活動みたいなのっていうのも、とっても重要ではないかというふうに私は思っています。で、こういう話でいくと、例えば衛星っていうと、やっぱり衛星を作るというだけで、あの航空中でこうたくさん卒業生もいますし、会社もありますし、携帯は携帯で、いわゆるキャリアとか通信工学で、解析っていうと統計から、まあ、あるいはその社会基盤の人から、まあ、防災なんかによってくればもっと増えますし、そういうふうに個別の人材というのはたくさんあるんですが、こういうふうにこうなんかつなげてみたらどうなるかっていうのをプロモートする人っていうのは、あんまり実際には多くないですね。だからこういう人も育てて、こうどんどん今のようなものすごい勢いで変わりつつある、そのまあ技術のランドスケープみたいなのをうまく生かしていくっていうことをしていく必要があるんじゃないでしょうかというわけです。で、この下に東京大学、東京海洋大学、慶応大学ってあるのは、とりあえずやれる話から、こういうその人の育成的なことをあの研究室レベルでやれる範囲でやってみてはどうでしょうかということを始めました。東大では我々 の、 その GIS のセンターと、あとあの中塚先生っていう航空宇宙の先生たちのグループにも参加していただいて、あと防災とかっていったこの後お話しされる加藤先生たちの社会基盤がとても有名ですので、そういうところでなんとかならないか。で、東京海洋大学は衛星測位では日本で一番のセンターですし、慶応大学、ここは実はシステムのデザインとかマネジメントとか、あとはあのここはビジネススクール結構長い間やっておられて、そのケース、後でご説明ちょっとしますけども、こうケースメソッドなんかでどういろんなコンポーネントを組み合わせて、こ う、 うまくモデルというかビジネスモデル的なものを例えば立ち上げるかとか、それが社会に対してどういうインパクトがあって、それをどう対応するかとか、そういうことに関しても興味を持っておられるので、じゃあその辺の話もなんか一緒にやれないでしょうかというふうに考えています。まあ、例えばこんなようなイメージなんですけども、ですからこの後加藤先生がケースメソッドの話してくださるのでとっても期待していますが、あのとりあえずこの中では慶応大学の、 あの関係の先生に指導してもらいながら、だんだんこう教材を作っていくみたいなことをしていこうかなと思っています。で、それ以外に技術的な話は、今オープンソースでものすごくいいのがあって、さっきの東京海洋大学なんかも、あの実際にはその精密位置解析ソフトウェア、まあ、要するにコマーシャルベースで使われているのと全然引けを取らないあのものがちゃんとオープンソースで出つつあります。受信機もソフトウェアで動くものがあるので、こういうのであの教育受けておくと、これそのまま即実践に結びつきます。 GIS ももちろん今オープンソース花盛りですので、あのまさに、習ったことがそのまま外で持ってって使える、向こうへも例えばどっか行くとしても持っていけますという状態があります。だからそれの上にいかに組み合わせるかっていうような話が成り立ちうるのではないでしょうかというわけで、なんかこんな風なあの知識だとか科目をこう勉強しながら、こっちにサポーター企業等って書いてありますけれども、インターンシップなんかをこううまくデザインしながら、あとは、ここに大学の名前が書いてありますけれども、さっきの3大学で割にこう定期的に行き来があったり、学生さんが来たり、教員が来たり、あるいは我々が行ったりっていう大学がこれぐらいもう
できてきましたので、だからこういうネットワークの中でこういろんなその研究とかなんか学ぶとかそういう機会をうまく作っていって、さっきのようなこう新しいデータがどんどん出てきてる時にそれをうまく使ってなんかこう社会を変えるというようなことができる、まあ、そういう力になるといいなというふうに思っております。以上です。はい、柴田先生どうもありがとうございました。続き加藤先生よろしくお願いいたします。東京大学の社会基盤学専攻にいます加藤です。ずいぶん期待されてたみたいなんですが、あまり期待に添えるかどうかは自信がないんですが、私もあの国際、プロジェクトというあの、社会基盤内の中にありますグループに所属しておりまして、比較的あの芦野さんを含めて JICA の方々ともあの協力をしていろんな仕事をしております。で本日は、何を話したらいいのかが実はよく分かってなかったので、来てみてからびっくりみたいな感じで少しあの話を無理やり作ったので、あのうまくお話できるかどうか分かんないんですが聞いていただければと思います。まずあの私の所属している国際プロジェクトグループというものを少しお話しさせていただきますが、あの昔土木工学科と言っていたあのものが社会基盤学科と言っているものでして、あのどこの大学も土木工学科はすごく人気がないと。でうちの学科も、2000年頃に学科の定員割れが激しくなりまして、あのこれはもう学科を取り潰しかもしれないという危機があった中で、2003年に、まあ、将来を切り開ける人材の育成を目的とした、まあ、目標とした国際という分野 の, あの新たなグループを立ち上げたということで、比較的新しい研究グループ、あ教育グループです。で特に、社会問題を真に解決できる、単に分析するだけじゃなくて問題を解決できるような人材を育成したいということを強く、意識している、教育方法をとっております。で具体的には、まあ、海外もしくは国際の具体的なプロジェクトを対象として、まあ、国際機関であるとかもしくは開発、コンサルタントであるとかそういう専門家として活躍できるような人材を育てたいというふうに思っておりまして、海外調査もしくは長期の海外インターンなど現場に行くことを重視する、それから JICA、アジア開発銀行、世界銀行をはじめとする実際に国際問題の解決に取り組まれている方々と協力をしながら、教育を行う。で先ほど の, あの柴崎先生のお話にもありましたが、ケースを活用した講義教育っていうのを行うということが我々の教育の、特徴であります。まずあの講義でケースメソッドといわゆる手法を使っているということをご紹介したいと思います。あのケースメソッド自体はあの MBA などのビジネススクールでしばしば使われている方法ですので、あのその方法自体はあのそれほど新しいものではないんですが、特にまあこういったエンジニアもしくは工学的な分野で使うということがまあ特徴かと思います。で特にあの国際の観点で言いますと、まあ、学生はあのなかなか海外に実際に行って現場に長い間いるという経験をすることが難しいですので、ケースを使った仮想的なあの経験をすることが、まあ、実践的な教訓につながると、こういったことを念頭に置いています。で具体的にはどうやるかと言いますと、まあ、現実に起こった問題を、どういう背景でどういうプロセスで問題が起こったのかということを取りまとめた文章を、まあ、大体10ページから20ページぐらいの文章、データ等を含むものですが、そういったものを、作りまして、それを、まあ、学生に読んでもらうと。で実際に当事者になったつもりでその問題を解決するのには自分だったらどうするかということを考えてもらうというのがケースメソッドで、行っている研究の、方法です。ケースメソッドは、まあ、疑似体験をさせるということだと思うんですが、まあ、過去の事例の中に自分を実は置くと、で当事者のように考えながらも、解を、見出すという努力をしますので、座学で方法をただ勉強するとか、ちょっとあの算数やあの数学に関する、演習問題を解くといったようなあの かなり現実とは遠いような教育方法よりもかなり教育効果が高いと考えております。で学生からも満足が高いという報告を受けておりますし、最近では、企業などで、各企業が内々で持っている知識を蓄積したりであったりとか、企業内研修への活用できないかということで、さまざまな方々とお話をさせていただいているところです。ちょっと字が小さくて恐縮ですが、昨年の日経コンストラクションでもあの私どものグループのヘッドである、堀井先生が
ケースメソッドを使った教育がどのようなものであるかということも紹介をしておりまして、かなり反響を呼んでおります。こういった講義だけではなくて研究の面でもケースをうまく活用して研究したいということで、進めております。でケース研究とここで呼んでおりますが、まあ、実際に起こった事実を、まあ、ベースに、問題意識を取りまとめてそこから得られる仮説とか教訓を、提示するとこういった研究を、施行しております。で、 できた成果は先ほども申し上げたようなケースメソッドの講義にフィードバックするということで研究と教育を一体として行うということが実現されているというものです。で、データとつなげた方がいいと思いましたので少しデータの話とも話しますと、こういったケースを研究して作る上でどういうデータを使っているかということです。で当然これまでお話があったようなさまざまなビッグデータ、既存の統計データ、まあ、さまざまなデータを用いた定量分析をするできればするというのは当然なんですが、途上国であるといった制約、もしくは実際の問題を解決しようとすると統計データのレベルで得られる情報ではほとんど役に立たないことが多いです。そのために、問題が起こった背景であるとかそこにおける暗黙知とか雰囲気とかそういったものに関する情報をやむを得ずインタビュー調査を丹念にやることによって時間をかけて集めているというのが、現況です。特に必要なデータ項目は、実際にどういう行動が動的に起こったのか、どのようにその行動に変化が起こったのかというプロセスと、それぞれが変化が起こった、それぞれの変化が起こった文脈に関するデータです。こういったデータが緻密に揃わない限りにおいては、有益なケースというのは作ることはできませんし、実際の役に立つような知識も得られないというふうに我々は考えています。当然そういったプロセスとか文脈に関する情報というのは膨大で、正直、ビッグデータと何をもってビッグデータと定義するかによりますが、この点の定性データは実はかなり複雑なビッグデータだと我々は認識しています。で、データを追う方がいい、これ当たり前なんですが、本当に役立つ情報っていうのはなかなか単純な機械的観測だけで得られることが難しいっていうのが私の方が持っている印象です。というわけで最後に、国際プロジェクトを教育もしくは研究している立場から見たときにデータ研究にどういうことを期待しているかということを少しだけ話して終わりたいと思います。途上国ではとかく定量データ統計データの類は限定されておりほとんどデータありません。で、にもかかわらず何らかの意思決定を常に要求されるという、現実があります。それから、JICA も含めてですが、さまざまな国が一つの地域に入り込んで、これは研究者も含めてですが、バラバラに調査をする、さまざまな目的でさまざまなデータがコーディネートなしで集められているというのが実態です。従いまして、まず一つは、当然定量統計データをできる限り簡単に、安易に、安価にか把握すると、そういったような情報の収集方法を開発していただきたいというのは、我々としては強く要望するところです。ただ先ほど申し上げた通り、本当に必要なデータはむしろ定性的なデータにあります。ですので、簡単に観測できるデータを超えて、意思決定に有益な定性データというのをどうやったら収集できるのか、それをさらにどうやったらデータベース化できるのかというところについて、ぜひともデータの研究をされている方々に開発をお願いしたいと思います。で、さらにはそういった定性、定量、さまざまな大小、いろんなデータが、細かいデータから粗いデータもいろいろあるわけですが、そういったものをフュージョンして、有益な目的に使えるためのデータベースをどうやったら作れるのか、ここについてもぜひとも考えていただけると、我々がケースを作るときにより、効果の高いケースを作ることができ、それは、ひいては教育にも役立ち、日本、我々の大学出た学生たちが将来社会に出たときに社会に貢献できる人材になってくるんじゃないかというふうに期待している次第です。非常に雑把ですが、私からの話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。加藤先生、どうもありがとうございました。そうしましたら、ライトニングトークの方は一回これで終わりますので、早速次の学生からの方の話に移りたいと思うんですが、ちょっと一応前置きの説明だけさせていただければと思います。
先ほどちょっとちらっとあの社会基盤学科でやったあの承認のセミナーと申し上げたんですが、あの実際にタイトルはあのこちらにありますように、まあ、スマホ ICT でアジアの情報サービスを考えるみたいなことで、夏学期でしたので、まあ、実際に4、5、6、7月ぐらいまで、まあ、月1ぐらいで少し勉強や、まあ、ディスカッションしたと。であとあのちょっと国を書いてませんが、まあ、最終的に3カ国、1カ国あたり1人か2人ずつ担当でいくということで、あのバングラのダッカと、ベトナムのハノイとタイの、バンコクですね、そちらにまあそれぞれ行ったと。で、まあ、あの自分なりにまあ考えて、あの大学、企業あるいは官庁なんかにまあプレゼンをして意見交換を行ったということで、まあ、ただそあのいきなり何の数字もなくですね、あの言ってもちょっと議論できるネタがないので、あの事前にその、まあ、Google Docs であのまあ簡単な選択肢のアンケートなんかをあの作って、まあ、向こう側のカウンターパートの大学なんかにまあ事前に送って、少し向こうの大学から現地の人にあのまあ言って、まあ、大学関係のまあ学生とかが多かったんですが、あの意見、まあ、要はここでは ICT の話でスマホが多かったんで、まあ、携帯を普段どれぐらい使うかとか、どういうサービスがあったらいいかとか、まあ、そんなことをあの聞いたり、あらかじめしておいたというものです。で、ですね、まあ、ここから、1人、ちょっと2、3分ずつ、あ、すみません。今日話してもらおうと思ってますのは、あのまあ、学生1人で3分ぐらいということなんですが、まあ、この3点に絞ってまして、あまり難しいことは特にあれなので、あの社会基盤をまあ選んだ理由っていうのと、あとまあ海外に実際に行って、まあ、自分なりにこうあの準備をしていったわけですが、まあ、できたことできなかったことみたいなことを、まあ、あのなんとなく正直に言ってほしいかなと。はい、あとまあ逆にですね、まあ、今後その、まあ、例えば研究室選んだりとか、まあ、あるいはもちろん就職とかしたりするかと思うんですが、まあ、今時点でこう何かあの大人の逆にこう働いてる人たちに対して、まあ、なんか自分の社会基盤の学生という立場から見て、まあ、こんなとこに。こんなところで働きたいとか、まあ、こんな社会を期待しているとか、まあ、あるいはまあ自分がこんなことをしていきたいとか、まあ、ちょっとそんなことをあの、まあ、3点喋っていただければと思います。で、ちょっと今から順番なんですが、一応まあ前振りでこんなことをしましたと、まあ、言ってから喋った方が喋りやすいと思うので、最初バングラのダッカーですが、こちら片山君と高田君、まあ、お二人で、ですね、実際にこちら今すみません、JICA、今元国土地理JICA の田中さん、そちらいらっしゃいますが、案内、今も DACA が本ですので案内していただいたりして、実際にはグラミンフォン、まあ、大手 のキャリアと、あとブエットっていう大学ですね、こちらに、行ったというので、ちょっとまあ私自身が行かなかったので、ここにはあまり今写真があんまりないですが、まあ、こういう感じでかなり先ほど柴木先生からもありましたが、いろいろ交通が複雑になっていたというのがあります。じゃあそういう感じで、まずお二人よろしいですか。社会基盤学科3年の片山直樹と申します。まず社会基盤学科を、自分が選んだ理由ということなんですが、僕、まあ、初め建築をやろうと思ってまして、それでこの大学に入ってきたんですが、それで社会基盤っていう分野は知らなくて、それで前期教養の時に東京のインフラストラクチャーっていう社会基盤学科の先生が順番に出てくる
あの講義がありまして、であのその講義を聞いて、それであのこの社会基盤っていう、あの建築よりもあの幅広いあの領域を扱う分野 で、 であとあの、まあ、公共事業とかなんで、あの税金を使ってやるってことで、例えばあの合意形成だとかそういうことも大事になってくると思って、そういうことにすごいあの興味を持ったので、はい、で社会基盤学科を選びました。あとあのそこにあのでお話しされた先生たちのお話がすごくみんなあの話が上手で面白くて、そういうのも、まあ、一つの魅力になりました。それで、あのバングラデシュへあの少人数セミナーという授業で行かせていただいたんですが、あのこの少人数セミナーっていうのはもうあの、まあ、先ほど関本先生からお話があった通り、あの週1回ぐらいでもうあの5人ぐらいの小グループで、あの、まあ、ゼミ形式で、まあ、あの発表とかするような授業だったんですが、あの現地調査があるってことを聞いて、であの海外に本当に現地調査に行くのかと思って、それであの、まあ、半分興味本位であのその説明会の会場に行ったら、この柴崎先生と杉本先生がいらっしゃって、もうあの外国行くよって言って、あの旅費は研究室負担って言われたんで、あこれはちょっと、はい、これは行ってみるしかないっていうことで、それでまあまあ、バングラディッシュっていう国ですごいあの最初は戸惑いもあったんですけど、しかもあのちょうど行った時期がラマダン中でして、それで、はい、あのもうあのまずあの空港を降りたらこのあの、まあ、車であの走ってたんですが、ただあの信号はもう当然のように誰も守らず、あの車線とかもうあの道路の車線とかを全くもう無視して、どんどん隙間があったらもうあのみんな駆け抜けていくような状況に、まずあのすごいあのカルチャーショックっていうのが受けて、であとあの現地の人たちとすごいお話しさせていただいたんですが、あの最初すごくあの戸惑ったのは、あの向こうの方の英語が全然聞き取れなくて、あのもうあのこれまで全然勉強してきた入試とかで勉強してきた英語とは全然違って、あのベンガル語なまりっていうんですか、すごくなまった英語で、もう最初の一日は本当に話がほとんど聞き取れなくて、しかも向こうの方すごいあの早口で、あの顔が近くて、それで、はい、もうすごくあの威圧感があったので、もう、はい、最初はもうただはいはい、イエスイエスってなずけてるだけで、はい、すごく大変でした。で、あの、まあ、調査の内容ってこともそうだったんですが、もうあの向こうに行って、もう普通の旅行とかではもうあのもうほとんど行かないような国なので、あの現地の空気を感じられたっていうのが一番の収穫だったと思います。で、あのこれからっていうことなんですが、あの、今回バングラデシュに行って、あの情報インフラっていうのがあのもうあの発展途上国とかでもすごく必要ってことが分かって、であのこれは先進国でも、あの日本のような先進国でもあの、まあ、あのレベルは違ってもやっぱり重要な分野だと思うので、この、 あの情報インフラという分野をあの日本が、まあ、これからリードしていけばいいなと思いまして、それで、まあ、自分も将来何らかの形でこの分野に関われていけたらいいなと思っています。はい、僕からの話は以上です。ありがとうございます。同じく社会基盤学科の高田大輝です。僕が社会基盤学科を選んだ理由は、先輩方のお話を聞いているときに実験がほとんどないっていう話を聞きまして、まあそれもいいなと思ったのと、あとその実験のない代わりに実習が数多くあるっていう話を聞いて、やっぱりいろんなところに行ってさまざまな経験をしたいなと思ったときに実習が多いというのはすごく僕の心の中に響いたなというのが第一印象でした。でその後授業のカリキュラムを聞いたときに、そのただの工学系のなんていうか力学とかそういうような授業ばかりではなくて、経済学の授業だったりプロジェクトマネジメントの授業だったり、そういうなんていうか文系寄りの授業が数多く開講されているというのを聞いて、幅広い分野が経験できるなと思いまして、社会基盤学科を選びました。で次に少人数セミナーの経験で感じたことなんですが、まあ、ものすごくありきたりな話として、やはりバングラデシュとか、あと実は僕はこの少人数セミナーの一環でタイにも行ったんですが、あまり経験したことなかったようなそういうような生活を実際に見ることができたり、あとまた発展途上国と言われている国で実際に生活をしてみて、どういう不便があるのかなっていうのを実際に現地で感じられたのがすごく良かったです。またそれだけではなくて、実際に日本にいる人に現地調査をして、その国の人と意見交換をした際に、僕たちは言ってしまえば外の人なんですけど、その外から意見を持っていって、それを実際に中の人に判断してもらえる、それをしかも英語でできるという、そういう機会っていうのはすごく珍しいというか貴重なものだなと思いまして、初任セミナーを受講したんですが、それを実際にやってみて、
やっぱり考え方も違ったり、あとは見方も違ったり、もしくはその国内に特有の問題があったり、そういうようなものを実際に議論しながら感じることができたなと、それがすごく良かったなと思っています。最後に実社会に期待していることと、あと自分が特にしていきたいことなんですが、やはりそういう国に行ってそのインフラの整備の差というのは感じましたし、そういう部分はどうにかしていかなければいけないなと思っています。でその時にやはりなんていうか全部の国を日本と同じようにしてもそれはそれで面白くないと思いますし、最低限人がちゃんと生きていけるようなインフラを整備するということが大事になってくると思います。その時に、自分がいろいろな基準をもとにその国に何が一番正しいのかというのをしっかり判断していくということが大事になってくると思います。でその時にやっぱり自分がいろんな経験をして、例えば海外に行くこともそうですし、日本国内でもまだ僕行ったことがない場所がたくさんあるので、そういう場所に行ってさまざまな経験をして、でその土地に合うものは何なのか、そういうような判断をしっかりできるような人間になっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。とりあえず次に行ってほしいでしょうか。あとですね、次なんですが、ハノイ、ベトナムのハノイに行ったんですが、こちらはですね、実際に行ったのは、長谷川さんという女の子ですが、実際に、ベトナムの、ベトナム国立大学とビエテルという軍需系の企業の、通信会社になっているような、すごくガードの堅いところですが、ビエテルというところに行ったということで、ベトナムは特にこういう形で、バイクがすごく多いというのが、皆さんもよくご存知かと思いますが、そんな状況だということで、こちらベトナム国立大学で、ここたまたま紹介いただいた研究室がちょうど東芝が出資しているソフトウェアエンジニアリングのラボラトリーで組み込みソフトウェアとかちょうどやってたので、スマホの変な話は割にちゃんとあったという感じでした。あと、ビエテル、あんまり写真撮ってはいけなかったっぽいですが、たまたまちょっと撮れてしまったので、この辺がビエテルの方なんですが、プレゼンさせていただいて、かなり全然そんな携帯のデータ、位置データや空間情報が別の方向で使えるなんて全然思わなかったみたいな、なんか目から鱗でぜひ考えたいとかって言ってたんですが、帰ったら帰ったらちょっと音信不通になってしまってなかなかガードが硬いという中はないんですが、そういう感じです。じゃあ瀬川さんよろしくお願いします。社会基盤学科3年長谷川陽子と申します。本日月ちゃんのお話たくさんありがとうございました。私はですね、社会基盤学科を選んだ理由なんですけれども、私たちその学校の制度としての新振り制度というのが、その学科を選ぶ時期が、2年生の夏の時期に用意されてるんですけれども、その2年生の夏学期が始まる直前の3月にちょうど東日本大震災という事態を、目の当たりにしまして、で本当にその時私自身は、土木学、社会基盤学を志していたというわけではなくて、先ほど片山君にもあったように建築を考えていたんですけれども、もともと大きい、自分よりものすごい大きいものを作ってる人たちがかっこいいなと思っていただけだったんですけれども、それで、漠然とそっちの方には行こうと思っていたけど、社会基盤学というのは明確には考えていなくて、でその地震があった後に、社会基盤学科の授業
取る機会がありまして、その講義で、毎週3週連続ぐらいで、東日本大震災現地リポートというのを地学先生方がやってくださって、こういう国の緊急事態というか、本当に人が困っている時、人々の生活がどうにもなくなってしまった時にすぐに現地に行って駆けつける、あ、なんかヒーローみたいだなというふうに思いまして、で、興味惹かれて、進学を希望しました。で、次、ね、少人数セミナーの経験で感じたこと、ね、私は、ベトナムのハノイに滞在していました。5日間、4日間の割と短い旅だったんですけれども、その間でやっぱり貴重だったのが、まあ、当然現地で生活していて、皆さんもご存知かもしれませんけれども、ベトナムの交通というのは非常に、なんて言うんでしょう、整備が行き届いているとは言えなくて、最初道路を渡るのもとても怖かったんですけれども、だんだんそれが現地の人々と会って一緒に行動をしていただいたんですけれども、観光もあってちょっと街を取り回ってくださった方がいたんですけれども、その時に公共交通にバスに乗ってみたり、あとタクシーに乗ってみたりっていうのを使ってみたりしたことによって、その現地の実際の状況ってやっぱり行ってみないとわからないなというのを学べたことが大きかったかなと思います。それとディスカッションをする機会もありまして、その時、まあ、スマートフォンについてのアンケートとのその実際の比較なんかをやらせていただいたんですけれども、そうするとかなり乖離があることが判明しました。そのアンケートの対象とか、まあ、私たちがお願いした程度の範囲ですと、やはり偏りがあったりとかどうしても生じてしまうようで、で実際そのアンケートだと書かないようなことを、例えば交通問題についてすごく心配しているけれども、例えば混雑しているっていう情報をもし手近に与えられるのってすごく便利だと思いませんかみたいなことを実際口で聞いた時には、別に混雑していることが分かってもどうせ混んでるんでしょっていうような返しをされて、ああまだそういうその段階でもなくて、ソフトウェアで先ほどまであったその情報のようなソースをもらったとしても、そのハードがまだ追いついていない部分がやはり大きいのかなというのを実感する機会になりました。で、そうですね、実際はそうです、あとは企業の方とお話しさせていただいたのもとても緊張した経験なんですけれども、意外とその話を聞いてくださるというのがとても嬉しくて貴重な経験になったと思います。で、あと最後、実社会に期待していることですね。私が社会基盤学科に入って勉強を始めたんですけれども、その分野の幅広さにすごくを感じるようになってきまして、とりあえず大体にしてその社会基盤学科で取り扱っている授業の内容っていうのが割と幅広いもので、文系的なものも多く含むんですけれど、それを除いたとしても、例えば海岸の海のこと、まあ地盤のこと、地震のこと、大気のこと、もうあとはマネジメントとかも含めてあらゆることが含まれているなというのを感じて、で講義を受けるたびに、あ、自分が知らないことが多すぎてどうしようというふうになってしまうんですけれども、それだったら、実際にそのケースをやってる大人の方々というのはそういうのを全部知ってるんだろうかと思うと、多分そうではないんだろうなというふうに思いまして、そのあらゆるところから、ただその基本的な知識を持っていてこういう分野について詳しい人がいるのを知っていて、そういう人たちを正確に引っ張ってこれる、自分を助けてくれる人を作ることができるというようなことをしているんだろうなと個人的には思っているんですけれども、それで私が将来的に何かケースに立ち向かうような職業には就きたいとは思っているんですけれども、
それを解決するときにあらゆる幅広い知識を持って幅広い分野にを引っ張ってこれるようなことをしたいなと思っています。以上です。はい、どうもありがとうございました。あとですね、最後ですが、タイですね。タイはメインはこちらの西林君と高橋さん の2人が行きました。で実際に通信会社としては AIS というところとトゥルーというキャリアに行って、あとは、バンコク都庁、東京都庁にあたるような、EMA のところに行って、あと AIT とあとチュラロンコン大学に行ってですね、最後実際に洪水にあったような村とか、そういうところなんかも、行ったというものです。実際にこういった形で AIS というのに、ヒアリングしたりですとか、最初のこちらですね。で、AIS というのヒアリングがこちらですね。あと、バンコク都庁が、向こう側がバンコク都庁の方なんですが、話をさせていただきまして、あと、先ほどのアユタヤ付近 の, 洪水、この辺、非常に洪水がだいぶ来たところでも、人の身長以上も来たりとか、こういうところも実際に建物をかさ上げして、水害を防ぐとか、そういうのをしないといけないような場所ですが、実際に、被害の大きさを体感したというものです。じゃあ、失敗者の高橋さん、よろしくお願いします。同じく社会基盤学科3年の高橋と申します。こういったフォーマルな場で話をさせていただくことが初めてなので、今とても緊張しております。まず私が社会基盤学科を選んだ理由ですが、それは社会の在り方というものに興味を持っていたからです。私も社会基盤学系の授業を駒場の時に一周していたのですが、その時に日本社会、将来の日本社会の在り方について考えた時に、今までのような大量生産、大量消費の社会システムの在り方から、これからどんどん進んでいくと考えられる少子高齢化に対応した社会システムへと転換していく、つまりコンパクト化への方向転換が必要なのではないかというふうに考えるようになり、でまた先ほど長谷川さんが言っていたと思うんですが、東日本大震災ということもありまして、コンパクトシティ、今ではスマートシティというふうによく呼ばれていると思うのですが、その概念に出会ってもっと専門を深く学んでみたいと思って社会基盤学科を専攻することを決めました。次に少人数セミナーの経験で感じたことです。先ほどお話にもありました通り、私と西林の2人が、宝ダンス3名がバンコクへ約1週間ほど滞在したんですが、その際現地の企業や大学、また官庁にてプレゼント、あと意見交換の場をいただきました。そこで英語はツールに過ぎないのだなといったことを強く実感いたしました。現地の地理や文化であるといったことの理解が非常に重要なのだなということを感じました。また、現地の様子を実際に肌で感じることができたというのも本当に貴重な経験だと思っております。
最後に私が実社会に期待していることについて話したいと思います。一番最初に社会基盤学科を専攻した理由としてスマートシティへ興味があったといったことを言ったと思うんですが、今の新興国はもちろん大量生産大量消費といった流れにあると思うのですが、ゆくゆくは日本と同じように少子高齢化といった課題にぶち当たると思っています。なのでそういったスマートシティといった分野で日本が先行して技術を確立することができれば、それをそういった新興国に技術を輸出することができるのではないかというふうに考えておりまして、で、それが実社会に期待していることなんですが、私もそういった分野に携われたらいいなというふうに考えております。以上です。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。同じく社会基盤学科国際プロジェクトコースの石橋裕介と申します。この度はこのような機会を設けていただきありがとうございました。僕がこの社会基盤学科を選んだ理由なんですけど、ちょっと皆さんちょっと意識高い感じで、なんか社会基盤の授業を受けて、なんかその授業面白かったから入ったとかちょっと言ってたんですけど、別に僕は全然そんな感じじゃなくて、僕、おじいが外資系企業に勤めておりまして、小さい頃からちょっとおじに世界を股にかける男になると言われ続けておりまして、なんかそれが刷り込みみたいな感じになってて、あ、ちょっと世界に股にかけなくちゃいけないなと思っておったところを、学科のその工学の輪覧の調べを見てたら、なんか社会基盤学科国際プロジェクトコースって書いてあって、これだと特にあまり調べもせずにちょっと国際プロジェクトコースに入ったんですけど、結果的にこういういろんなプロジェクトとかに関われて、入ってよかったなと思っております。個人的に、海外旅行とかがかなり好きで、長期な、休みには毎回2カ国か3カ国ぐらいちょっと回ってるんですけども、今回、今回はそのこういうアカデミックな機会で行くことはなかなかなくて、いい経験ができたなと思っております。ショーイングセミナーの経験で感じたことなんですけども、この1週間前に全然違うプログラムで台湾に国際交流に行ってきたんですけども、その時とそのやはり、まあ、当たり前なんですけども、AIS など その有料企業に、訪問させていただく時の英語の使い方というのは全然違くて、今まで僕はその海外旅行とかで日常会話で適当に喋ってたんですけど、やっぱりそういう言葉を使うわけにもいかず、そのちゃんとした場のプレゼンテーションなんか全然やったことなくて、全くどうしていいのか分からず、相手の使っている単語とかも全然違って、そのやはりそういう場で活躍したいと思うなら、それ相応の勉強をちゃんとしなくちゃいけないなということをちょっと身をもって体験したということになることです。で、やっぱり大学生活ちょっと絡んでしまうんで、こういう刺激的な出来事があって、まあ、いいきっかけになったなと思っております。実社会に、期待していることを自分が特に したいことということで、これは実際、もう先日ではありませんが、タイでも大きな洪水があったということで、バンコクでは大災害は絶対起こらないと言われていたみたいなんですけども、こういう事態が起きて、まさかバンコクで起こるわけないだろうと多分バンコク市内の人も思ってたと思うんですけども、こういう洪水が一発来たところで、その市民の意識というのは結構劇的に変わったと思うんです。ですから、この劇的に変わったこの今のタイミングが、技術など特にこの ICT などの技術を発展させる大きなチャンスだと思います。それと同様のことが日本でも言えて、日本でも、東日本大震災が昨年起こりまして、一つのこれも大きな契機になると思います。そういう時に、ちょうどその分野で勉強している身ですので、ちゃんとこの機会をつかんで、こういう分野で活躍できる人間になれたらいいなと思っております。以上です。はい、どうもありがとうございました。じゃあ早速コメント一つずつなんですが、ちょっと入れ替えの時間もちょっと面倒くさいので、じゃあタイグループから始めていただくと
ということで、大グループは確か加藤さんですね。国に連絡できませんね。そうね、はい。ありがとうございます。はい、別にタイだけじゃなくて皆さんに言うことですが、まあ、少なくとも我々が教育として目指していたものはちゃんと理解していただいて受け止めてもらえてるんだなっていうのが、まあ、一つ私たちとはとても嬉しかったことです。で、なかなか先ほどの発表の時には現地に行く機会がないみたいなことを言ったんですが、この柴崎先生をはじめする少人数セミナー、私どもも少人数セミナーじゃないな、応用プロジェクトっていうプロジェクトで学生を休む時に海外に連れて行ったりとか、できる限り海外に実際に行くっていうことを経験してもらいたいなと思っていて、で先ほどやっぱり行って肌で感じたのが非常に良かったっていう意見が多かったと思うんですけども、まあ、うちの学科だけじゃなくて日本の若者が最近海外行かないという話があると思うんですが、何としてでも1回でもいいからそういう経験を積ませるっていうことがとても大事なんだなっていうことを感じさせられました。生の意見を聞けてとても良かったなっていうふうに思います。大したコメントじゃないですけど、ありがとうございます。いや建築と迷ったとか言って、僕も実は昔どの国とか行かないかっていう時に結構迷って、最後出した紙を引っ込めてまたもう一回出したいなっていうことでやったので、ああみんなそうなんだなと思いました。逆に言うと社会基盤を選んでいただいてどうもありがとうございます。そうですね、向こう行って肌で感じると本当にとっても大切なことなんですけども、でもやっぱり同時にもう一つ、例えばダッカの市内ってきっとぐるぐる回って全体像を把握するって、渋滞感があるとちょっとめちゃくちゃ大変ですよね。でさっきちょっと携帯のデータのダッカのやつをちょっとお見せしましたが、ああいうのでも見て、あれが本当は現実にどう実現してるかってどうなってるかとか、そういう意味でこうデータでも見て、例えばどっか行く前に Google マップとかでこう見とくと、あ空港ここにあってここ真ん中でここが流れてるっていう、そういうストラクチャーがあると、やっぱり空港からタクシーに乗ってホテル行くだけでもなんとなく、あこの辺ってこんな雰囲気なんだって言って頭の中でこう構成されますよね。ああいう感じので、そのさっきの携帯のなんかもうまく使えると僕らいいなと思ってます。なぜかっていうと、加藤先生おっしゃったように、なんか問題解決でもうなんか決定的に重要なこう情報ってそうそう転がってるわけじゃもちろんなくて、それを拾い出すのは本当大変なんですけども、でもやっぱりそこに行く前にこう全体像としてじゃあどうなってて、定量的に見たらどうなのって、だからまあ地形図をこう見るようなイメージで、よくアメリカのこう軍事システムのヒューマンテレインという言い方をするんですけど、どこにどんな部族がいて何人ぐらいでどう動き回ってるんだよって、ここのイラクのこの場所はとかっていうのが結構重要な情報なんですが、なんかそういうのをこう Google マップではないですがこう見ることができて、行く前にはここってこうなんだ、あらまだの時ってやっぱこんな全然違うよね動きがとかって見えたりするとすごく楽しいんじゃないかなと思っています。というわけでデータ来てああいう風にライブビジュアライズされつつあるので、ぜひそういうデータを見るビフォーとアフターでどう感想が変わるかっていう実験台になってくれると嬉しいなと思っています。以上です。はい、実際に海外に行かれて、肌で感じたというところは、若い時代にねそういうことを自分の肌で感じるとは大きな宝だと思います。でまた初めての海外っていうのはすごくインパクトがあったと思うんですよね。私自身も大学3年生の時に、途上国の土木現場を見るというのがあって、で初めて行ったのが1981年のスマトラで、実際に奥地行ったんですよね。ただ学校では授業では焼き畑農業って習うわけですけど、実際見ても裸足でねこう子供たちが歩いて、もうなんかシャツというかランニングシャツで裸足で歩いてて、おーすごいなと思いながら、なぜか今こういう仕事をしてると、まあ、その時はね、もうこんなところは来たくないとかね、もうカルチャーショックで何も食べなかったのもう大変だったんですよね。まあ、そういうやっぱりこう最初の国のインパクトがすごく頭に残っているというところです。
あとまあ途上国とかに行ってもやっぱりなんていうんですか、その人を受け入れるというんですか、柔軟性というんですか、それからまあその途上国に行ってやっぱりこの日本というのが途上国に頼ってる、いろんな米だとかそれから工業製品も、なんかこう海外といえばね、先進国というイメージかと思うんですけど、実際途上国に頼ってる率という、まあいろんな取り方もあるんでしょうけど 60-70% とも言われているということで、まあ、実際にこう会ってで肌で感じてどのくらい日本が日本独自では生きられない、まあ、そういうことを感じていただいたということは極めて これからの長い人生、宝だということかなと私すごく感心しました。以上です。どうもありがとうございました。皆さん最後ちょっとあんまりコメントする時間が十分じゃなかったかもしれないですが、大変いいご意見をいただけたと思います。じゃあそういう形で4部終わりたいと思うんですが、もう一度最初ライトニングトークいただいた3名との学生の5名の方にも今一度拍手をいただければと思います。はい、そうしましたら以上で全てのパートが終わりで、大変長い時間お疲れ様でした。で最後閉会の挨拶なんですが、土木学会の土木情報学委員会の委員長の矢吹先生から最後のご挨拶よろしくお願いします。大阪大学の矢吹でございます。本日は第4回公開シンポジウムの主催団体の一つである土木学会土木情報学委員会を代表しまして一言ご挨拶申し上げます。まず本日はお忙しい中、本シンポジウムに参加され、最後まで残ってくださいまして、皆様方に深く御礼申し上げます。次に、貴重なご講演をしてくださいました、講演者の皆様方に、お礼を申し上げます。また主催団体の一つに、加えてくださいました東京大学空間情報科学研究センターの澤崎先生と、関本先生はじめ関係者の皆様方に、お礼を申し上げます。朝9時半からもう7時近くまでびっしりと盛りだくさんで、しかも内容が濃い講演、そして研究討議がなされましたので、皆さん大変お疲れになったことと思います。今回のシンポジウムのテーマは、昔からビッグデータ、情報基盤でスマートに動かすインフラのスケール感を知るということでございました。本来、我々が住んでいる世界、とか、まあ、物というものはこれはまあ物理的なものだけでありまして、情報がそこにあったわけではないわけです。人間は言葉、まあ、数字を含めてですけれども、言葉を得ることによって、そういった物理的なものに、名称であるとかあるいは位置といったような情報を付与することができるようになったわけでありまして、でさらには、デカルト座標系であるといったようなその数学的な進歩によってですね、さまざまな生産活動ですとか消費活動、そして生活、移動といったような人間活動が効率的に素早くしかも安く安全にできるようになってきているわけであります。まあ、それに伴って管理もしやすくなってきているわけであります。1946年にアメリカでコンピューターが初めて作られ、まあ、その後1963年には MIT でアイヴァン・サザランドが CAD を発明しまして、その後 GPS ですとかインターネット、スマートフォン、それから無線センサーといったようないわゆる ICT と呼ばれる技術がどんどんと開発され発展してくることに伴ってですね、我々は膨大な情報、ビッグデータというふうに呼ばれていますが、これが得られるようになってきているわけであります。これをですね、
何のデータをどのようにして得て、それをどのように蓄えて、そしてどう利用していくかということは、我々にとって極めて重要な課題で、あるわけであります。それはですね、産官学皆さんで協力しながら取り組んでいくべき重要な課題だというふうに思います。ただですね、まあ、学の世界にいるものはですね、理論、それからサイエンス、そして論文というものはですね、忘れてはならないというふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、このビッグデータをどう利用していくかということをですね、皆さんで研究、開発、そして利用していきたいというふうに思います。本日は皆さん大変お疲れ様でございました。どうもありがとうございました。矢口先生、どうもありがとうございました。以上でシンポジウム終わりたいと思います。出口のすぐ向こうでですね、もう無料で懇親会しておりますので、ちょっと遅い時間ですが、まあ、30分、1時間ぐらいで少し顔を出して乾杯をしていただければと思います。どうもお疲れ様でした。